パレスチナ系ニカラグア人とはパレスチナ人の祖先を持つニカラグア人もしくはパレスチナで生まれニカラグアに移民した人物である。彼らはアラブディアスポラのエスニックの一部である。1890年代から1940年代までのニカラグアと多くの他のラテンアメリカ諸国との違いは法律や条例がアラブ人の入国を制限していたことであり。 すでに国に存在していたアラブ人の滞在が禁止され、彼らの商業活動の進展は抑えられた。パレスチナ人は不可能とされながらも、グスマンは19世紀末から1917年までにオスマン帝国が最終的衰退に陥り、第一次世界大戦中に40のパレスチナ人家族がニカラグアに入国したと言えるだろう。と記している。 2000年までに500のパレスチナ系アラブ人とパレスチナ人の家系を持つ家族が存在したと見積もられ、ニカラグアに入国したパレスチナ人の多くはキリスト教徒で少数がムスリムであり、彼らの多くはラマンダー、エルサレム、ベートジャラ、ベツレヘムの郊外の農村部からやってきていた。ニカラグアにおけるパレスチナ系の総人口は、 中央アメリカで最大のアラブ系コミュニティと位置づけられる。ニカラグア革命10周年を祝い、パレスチナの旗とサンディニスタ陶器を掲げるマナグアのパレスチナ系ニカラグア人。パレスチナ人がニカラグアに着いた時、多くは農村部出身で農業労働の経験を優していたため多くは農業を続けたが、しかしながら土地を変えたものは多くなかった。 どうにか農業のために土地を購入できた少数のニカラグア人は主にニカラグア北部のヌエバセゴビア県のサバナグランで地域でやりくりした。土地を変えたものは少数にもかかわらず多くのパレスチナ人は商業に没入した。マナグアやグラナダ、マサヤといった町に商店を設立し多大な利益を得たのは定着を決めた者の,の中での主流派だった。 パレスチナ系移民によって設立された商店は、衣服から食品の商店まで様々であり、彼らが設立した中で、より成功したものは、チエンダ・パリラ・ウンドラ、アルマセン・ダジャー、ラメディア・ルーナなどである。ニカラグアのパレスチナ系は1958年に、クラブ・アラベを設立して、以来、非パレスチナ系アラブ人を引きつけようとしており、シリア系やレバノン系も加盟しているが、 メンバーの80%はパルスチの系である。ありがとうございます。